アルバル、ヌニエス・カベサデ・バカ・カベサデ・バカの移動経路アルバル、ヌニエス・カベサデ・バカは、スペインのコンキスタドール。初期の新世界の探検家であり、最初の人類学的著者として記憶されている。アンダルシア州ヘレス・デラ・フロンテーラ出身。ナルバ・エス遠征隊の水頭館として、つまり一等航海士であった、カベサデ・バカ、そして他の80名は、600人の遠征隊の、 生存者であった。4名はメキシコ湾岸の北方の様々なネイティブアメリカン部族の奴隷となったが、後に脱走し最終的にはメキシコシティに到着した。ほとんどこの小集団で旅をしながら、カベサデバカは現在のアメリカ合衆国のテキサス州、ニューメキシコ州、アリゾナ州をルイジアーナ州の海岸からメキシコのシナロア州まで絶望的な貧困と時には、 奴隷のような条件で生きながらえながら、おおよそ6年以上の月日をかけて、徒歩で探検した。旅の間、彼は先住民たちへの死害の情を増した。先住民の間では、彼は奴隷として生き、部族から部族へと手渡された。彼は最終的には公益者となり、奴隷の状態からの自由を許され、部族の間を旅することができた。結局、 ニュースペインの植民地化された領域に戻り、現在のクリアカン付近で仲間のスペイン人の集団と出会い、彼はメキシコシティに行って1537年にヨーロッパに帰還した。カベサデ・バカは皇帝カール5世のために自分の体験について書いた。それは後の1542年にラ・レラスヨンという署名で出版された。カベサデ・バカはフロリダのアデランタードとして カンフィロでナルバイスを継ぐことを望み、そこに戻ってきたが、カール5世はすでに、エルナンドで外に次の遠征隊を率いるよう、任命していた。カベサデバカは、その2番目の遠征隊と旅をすることを辞退した。カベサデバカによるイグアスの滝の発見を記念した、プレートその代わり2540年、ラプラタ川のアデランタードに任命された。北、アメリカでそうであったように、彼は飛び抜けて、 完性豊かで先住民に対して慈悲の心に富んでいた。彼はイグアスの滝をその目で見た最初のヨーロッパ人であった。彼に対する政治的陰謀によって彼はアスンシオンで逮捕され1545年頃鎖に繋がれてスペインに帰還した。彼は最終的には潔白を証明され南アメリカの広範囲に及ぶレポートを書き、それは 彼の初期のラ・レラスヨンと合わせてコメンタリオスという名の題名で出版された。彼の名前は16世紀の記録ではアルハーヌニエス・カベッサデボコと記されているのでカベッサと発音されていたことが推測できる。カベッサデバカは牛の塔を意味する。この生命は13世紀に彼の祖先が牛の頭を残して山脈を通り抜ける秘密の道を示すことで ムーア人を攻撃するキリスト教徒の軍を助けたことにより彼の家族に与えられたものである。壁差でバカのナンパから始まる北アメリカの放浪に関する物語のプロローグで彼は王に仕えた先祖に言及していて彼が軍を指揮できなくなったことを理由に自身の功績が偉大でないと痛恨の念を示している。ありがとうございます。